アナディリ川は、ロシアシベリア最東部の畜地自治観光を流れ、アラスカとの間のベイリング海に注ぐ川である。北緯十七度零零分零零秒統計百七十三度零零分零零秒、北緯点零零零零零度統計百七十1 7零零零0 0 00度、6零零0 0 0 1 7 3零零零零付近のアニュイ山脈南東に発し、 アナディリ高原を南西に流れる。途中で大きく東に向きを変え、湿地帯からなる広大なアナディリ低地に出て、アナディリ湾に注ぐ。河口には熟地の中心都市であるアナディリの町がある。河口は三角港となり、アナディリ湾に向けて大きく長く広がっている。アナディリ川流域流域には人がほとんどおらず、山地も平野も永久凍土で、 水が少ないため高い樹木がなく、ツンドラが中心だが、チー類、コケ類、シダ類、カンボクなどの多様な植物章がある。上流一帯は起伏のある産地だがその風景は美しい。年のうち短い夏を除いた9ヶ月は雪に覆われ、川も凍結するが道路として上を走れるようになる。流域には多くのトナカイがいたが1992年に始まった。 集団農場の解体、再編成と民営化で飼われていたトナカイは激減した。その代わり野生のヘラジカが増えている。アナディリ川には10種類のサケ類が生息する。毎年4月の最終日曜日には、川口付近のまだ凍結している川の上で、アイスフィッシング大会が開かれる。ありがとうございます。